しんちゃお、しんちゃお、しんちゃお、はとくまです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、皆さんこのしんちゃおっていう言葉聞いたことありますでしょうか？はとくまは初めて聞きました。しんちゃおを3回言うと、こんにちは、おはようございます、こんばんは。はとくまのいつもの挨拶になるらしいっていうのをベトナム在住の日本の方に聞きました。で、まあ、今日の話は選手紹介で、こちら、ホンソンというね、IFBB プロを紹介するんだけど、まあ、ベトナムと関係があります。なぜかというと、彼はベトナム人だから。で、この人、日本とも関係があります。なぜかというと、日本でプロになったから。で、まあ、なんで今日この話をしようと思ったかっていうと、まあ、その、シンチャオっていうのを教えていただいた、まあ、日本の方から、ベトナムニュース総合情報サイト、ベトジョーっていうのがま、あるらしくて、ベトジョーって面白い名前だなって思うんだけど、まあ、ここで紹介されていたっていうのを聞きまして、まあ、ハトクマ読みました。読んだら、まあ、結構面白い面白いね経歴っていうので、まあ、ぜひ皆さんに紹介したいなと思って、まあ、今日話します。でこの人さっきも言った通り日本でプロになりました。昨年行われたオリンピアアマチュアジャパン、ここでプロになって、その後行われたジャパンプロでプロデビュー、ファルークさんとか湯浅さんとか佐藤翔子さんと戦いました。結果は7人中6位という結果ではありましたが、ベトナム人プロとして日本でねこの IFBB プロ生活をスタートさせたということで、まあ、この人、まあ、非常に筋肉のバランスは整っているような選手で、まあ、綺麗な見た目をしている選手で、正直昨年のオリンピアアマチュア見ていたんですけど、まあ、この選手っていうのはまあ全然知らなくて、その前から FWJ とか NPCJ の大会ではまあ勝ってたりしてたらしいんだけど、まあ、全然知らなくてさ、でまあプロになったから、うわ誰だろうって思っていたまあ人だったんだけど、まあ、今日はその人の話をしますので、ぜひ聞いてもらえればと思います。で細かいことは正直なんかその記事読んでもらった方が早いと思うので、まあ、いろいろ抜粋しながらね今日は話していければと思います。で、この人現在30歳になるんだけど、まあ、そもそもさ、まあ、IFBB プロになるためには筋トレが必要じゃないですか。でなんでその筋トレ、まあ、要はジムでトレーニングを始めたかっていうと、まあ、よくハトクマが話すのは、まあ、身近にボディービルダーがいたとか、スポーツが、まあ、これがよく多いけど、ずっとやってて、その延長線上に筋トレがあったとか、まあ、そういう話なんですが、この人は全然どれとも違います。なんで始めたかっていうと、もともと7年前、23歳ぐらいの時に、孫さん、恋人と一緒に日本に留学をしていたらしいです。恋人が先にできたのか、日本に留学したのか先なのかはわかりませんが、とにかく彼女がいたと。ただその彼女と別れた、まあ振られたらしいんですよね。まあなんで振られたかっていうと、まあ話せばね、長くなってしまうんだけど、まあ留学をしていて、まあその費用とかをね、まあ払う必要があった、まあホンソンは、アルバイトに明け暮れました。だから授業が終わった後はアルバイトで毎日8時間から12時間働いていたと。でまあそんだけ働いていると、まあ恋人と過ごす時間っていうのなんかまあ持てるわけがないんですよね。まあそういうのはあってまあ振られてしまったと。でまあ振られたことで本村まあすごいモヤモヤを抱えたりとか、まあストレスを抱えました。まあこれはねほとんどのまあ男性まあ女性ねみんな思うところだと思うんですけど、まあそういうところもあり、でかつ振られたことでまあモヤモヤストレスがあったからなのか、もともと168センチ51キロ、まあこの画像とか見ても分かる通り、これ2014年の投稿なんだけど、もともとが細いんだけどさ、さらに細くなってしまったっていうので、自尊心を持つためとか、まあ、ストレスを発散するためとか、そういう理由でジムでのトレーニングをスタートさせます。だこういうところは結構共感するところ多いんじゃないかなって思ったんだけど、ただですね、まあ、この時ルームメイトがいるんだけど、まあ、そのルームメイトはジムつなま余計にお金がかかると、まあ、だって普段はその生活費をさ稼ぐためにバイトしていて、あとはまあ学校の授業だけだったんだよ。でもそこにジムに通うっていうので、まあお金がかかると、これは留学生の生活には見合わないっていうので、まあ必死に止めようとしていたらしい。ただ止まりません。本村は止まりません。走り続けます。ジムでのトレーニング時間を毎日2時間確保して、夜間のバイトを減らします。夜間のバイトを減らすので、まあ、稼ぎも減るんだけど、で、まあ、ジムのお金は増えるから、まあ、生活は大変になるんだよね。生活費の半分をジムの費用が占めたらしい。ただまあそれでもトレーニングを頑張って、まあ、YouTube とかで勉強もして、半年後、本村は47キロまで落ちた体重を60キロに増やして、体も引き締まっていきました。だから半年で13キロ体重を増やしたということで、まあこれは素晴らしいね、結果なんじゃないかなって思います。でまあ体型に自信が持てるようになった本村は、在日ベトナム人のコミュニティっていうのがまああったらしくて、そこに参加するようになりました。でそこに参加していくと、まあすごい体しているからか、まあトレーニング方法とか、まあ栄養についてすごいね質問を受けるようになったらしい。でそこで本村は
たくさんの人っていうのが、まあ、ジムでのトレーニングとか、まあ、体作りっていうのに興味を持ってるんだっていうのを、まあ、分かったんですよね。なので、まあ、アメリカから取り寄せていた、まあ、トレーニングのサプリメントとかを試しに、まあ、販売したのかな、まあ、なんか売ったらしい。で、まあ、最初の1ヶ月で得られた利益っていうのは、まあ、それまで勤めてやっていたバイトの給料よりも多かったんだって。で、まあ、こっから、まあ、ちょっと今 IFBB プロではなくてビジネスの話にちょっと行きます。まあ、サプリとかを、まあ、体作り成功して、まあ、サプリ売ったことでお金を稼げたホンソンですね。まあ、2年後、2016年、まあ、九州国際大学っていうところに、まあ、合格して大学に通い始めるんだけど、まあ、ビジネスを早く始めたいから大学2年で退学します。ただですね、まあ、ビジネスビザっていうので日本に滞在するためには、なんかね、最低500万円の資本金で会社を設立する必要があるんだって。ちなみにこれなんかベトナムのお金で言うと、10億 BND って書いてありました。10億と500万って釣り合わんやろって思ったんだけど、まあ、その話はいいんですけどね。で、まあ、500万必要だと。ただ、まあ、そんなお金はないので、まあ、家族に借りようと思って、まあ、ふるさとにね、ベトナムのふるさとに電話したら、お父さんにめちゃくちゃ怒られて、もう退学するなら二度と顔を出すなと、突き放されちゃったらしいです。なので、まあ、どうしようもないから、ホンソンは親戚とか、友達からお金を借りて、まあ、ボディービルダー向けのサプリメントっていうのをアメリカから日本に輸入してそれを売るっていうビジネスを始めます。ただここでもう一つ問題が起きます。それが何かというと、輸入規則を細かく確認していなかったので、まあ、商品に含まれる、まあ、一部の成分というのが日本だと売れないということが判明しました。なので、売れなくなりました。で、売れなくなったらどうなるかっていうと、まあ、ビジネスビザがまあ取れないっていうかさ、まあ強制送還の可能性があるっていう恐怖と500万円の借金っていうのだけが残るんですよね。で、そうなるとまあどうにかしてお金を稼がなきゃいけない。で、まあ働かなきゃいけないっていうので、まあそのボディービルのサプリメントを販売するっていうのとはまあ全然関係ないような仕事でまた、毎日ね、15時間、16時間働き続けるらしいです。なんでまあほとんど眠らないでね、働く日もあったし、まあ食費っていうのを友達に借りないと生活できないような日々があったらしいです。だからまあすごいね、その苦労をされて、まあ今があるっていう感じの選手だと思うんだけど、ただまあ、どん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 必死に努力していった結果、まあ徐々に軌道に乗り始めます。ただ、それでも、まあ利益は少なくて、まあこのままじゃダメだと。どうにかしなきゃいけないっていうので戦略を変えます。ここで初めてフィジークの大会の話が出てきます。まあ、ここまで話ちょっと長かったんだけど、ここからはフィジークの話です。フィジークに出て、まあ、優勝したりとか戦績をつけていって、自分の名前を広めることで、まあ、どんどん販売していこうっていう戦略に変えます。そこで、ホンソン、2018年6月に、大阪で開催された、これ NPCJ の大会だと思うんだけど、そこに初めて出ます。ただ、初めて出たホンソンは、全然順位が取れませんでした。でも、何度失敗してでも立ち上がらなきゃどうしようもないというので、ホンソン諦めません。2ヶ月後、福岡の大会で優勝します。そこからは2020年 FWJ に変わってからも大会に出て優勝したりとか。で、今回、オリンピアアマチュアジャパンで優勝して、IFBB プロになります。だから、IFBB プロにさ、別になろうと思っていたわけではなくて、もうスタートは彼女に振られた。このストレスを変えるためっていうさ、その決断だったのに、まあそれがね、彼のこの人生っていうのをめちゃくちゃ変えたんですよ。で、まあ、ビジネス始めようとして。で、ビジネス始めなきゃうまくいかなくて。でも、まあ、どうやったらうまくいくかっていうので、まあ、自分を売ろう。で、大会に出始めて、今はプロです。で、今の目標は、2023年のアメリカで開催されるミスターオリンピア。ここに出場すること。ベトナム人ね、初らしいんだよね。まあ、それを目指してるらしいです。で、今年のジャパンプロに出るのかな？ちょっとまあ、そこはわからないですけど。ということで、まあ、以上が、ベトナム人の IFBB メンズフィジークプロ。ホンソンの紹介でございました。皆さんいかがでしょうか？まあ、いろんな理由でトレーニングを始める IFBB プロを目指すという選手を見るけど、まあ、この人もね、またすごい苦労をされて、まあ、今があるということで、まあ、今後の活躍、大いに期待したいなと思います。ということで、今日の動画はここで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録ボタンのクリック、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。